すいません、後ろの方、入っていただいちゃって申し訳ないんで、これが45分なんですけど、カジュアルな感じで力を抜いてですね、でも深く楽しく、本当の話をしていきます。今日話すことはですね、ウェブフォントの話、それから去年、リニューアル3回目でワードプレスを使って、リニューアルした時の話、あとなんだっけ、そう、本当って楽しいよっていう話を。実はね、8年前に初めて大阪でウェブフォントの話をしたんですね。何万人ですか、前だったかな。その時ウェブフォントを使ったことある人って、100人ぐらいいて、中で2人しかいなかったんですね。ウェブフォントを使ったことある人どのくらいいますってあげるでしょ、ほら。ね、9割、8割、9割でね。Google フォントとか、Adobe フォントとかね、そういうのもあるし、タイプスクエアですとか、フォントグラフとかあるんですけど、まあ身近になったねっていうことで、今日はですね、復習の部分もありますけども、ちょっとスライドが140ページあるんで、すっごい速度でやってると思います。よろしくお願いします。自己紹介、これ以上です。フォントおじさんです。2年前からですね、フォントおじさんってあだ名つけられて、気づいたらですね、今、フォントおじさんって世の中で、ね、200人くらい実はいるらしいんです。関口調べ、フォントおじさん調べ。で、だけど、2年前に、フォントおじさんの検索すると、僕の記事はなかった。今はトップ30のうち28個が僕の記事になってます。自分が書いてる記事も何個かあるんですけど、ほとんどがこいつ面白いっていうことで、いろいろブログで書いてもらってる記事が、どんどん出てくる。そんな感じです。実はね、天体おじさんもやってて、東京のベランダから撮った土星と木星です。島がね、ちゃんと映るんですよ。東京の都内からもね。宇宙の話したいけど、今日は本当の話。基礎講座。これもパーフェクトいきます。どういうことかっていうと、まあ、コンピューターの中にはね、ユニコードとかなんで、文字がこう変わっていくわけです。だけど、見る側のデバイスに、フォントがね、まちまちなんですね。ですから、フォントファミリーの指定で、3セリフっていう、指定してると、あれ、デバイスごとになんか、ゴシック体の出方違うじゃん。でね、そういうことが起きたりしてます。もうこの辺も知ってると思うんですけど、JavaScript が、勝手に HTML、CSS を解析して、このフォントちょうだいねって言って戻ってくるやり方。これは主流です。9割ぐらい。あとは、あらかじめ、使用許可だけちゃんと OK なやつを、4000グリフとか、フルとか、必要なグリフだけをオフにして、ウェブサーバーに置いて、それで画像をダウンロードするかのように、フォントをダウンロードしてみる。ということで、どんなデバイスから見ても、なんだろう、不格好って言わないな。可愛らしいアイナっていう、これスランプって書体ですね。これがどんなデバイスから見ても、出るようになるということですね。よいしょ。誰でもわかる、フォントの仕組みデモンストレーションということで、例えば、一番上のタイムセールっていうのが、これね、この書体みんな知ってるよね。グランパンチって書体ですね。はい。キルラキルで使ってますよね。で、あそこの部分をですね、ちょっと、あれこれいけんの？お、あ、ですね、しまった。ブラウザーに変化できる。こっちが変なモードになっちゃってるんでですね。よいしょ。あ、戻しちゃった。いいな。あれ？カーソルが出てこない。はい、諦めます。あれ、どうしちゃったの？はい。あ、よし、これでいいの？あ、トラブル。固まってるね。抜いちゃおう。はい。よいしょ。あ、よかった。ですね、ちょっとブラウザ立ち上がってね。あ、よかった。ここにタイムセールってほら、ウェブフォントとか掴めるよね。はい。出てない。今度は出てない問題。すごいな。140ページ終わるかな。よいしょ。はい。出て？出ない。出ないときは、これでどう？これでどう？あ、ダメ。出てない。そんなことあるの？ちょっと待ってね。こういうとき焦っちゃダメです。環境設定。ラーニングだろうか。差し替えておかしくなるの。出た？出ない。はい。おお、
マルチディスプレイになっちゃってる。変えるときはどうするんですか、ね、来ていただけると嬉しいです。わかんない。マルチディスプレイになっちゃった自然と。ウィッて入れてもダメなのかしら。おかしいね。というときは、くまちゃん頑張って。汗かいてきたね。よいしょ。よかったね。はい。諦めました。ごめんなさい。でね、まあ、コイン体で、例えば、なんちゃって CMS 僕書いたんですよ。要は、これ、8年前にこんなデモ作ったんですね。で、フォントファミリーのとこ記述をして、コイン体を入れて、タイトルを変えると、習慣的にその部分が変わるわけですよ。で、よくバナー、ランディングページってさ、デザイナーに頼もうと思っても、だいたいデザイナーが捕まんなかったりして、6時半のタイムセールができなかったりするんですけど、このちょっとデモを作った時に、これをヘッドにして、あれです、ランディングページの会社さんとか、まあ、ペライスさんも今作業してますし、デジタルステージっていうところのバインドっていうところで、要は、ランディングページを簡単に誰でも写真をアップロードしたら、他は全部ウェブフォントで、作れるっていう、まあ、そんなヒントになった、デモをやりたかったんですけどね。はい、ということです。はい、順調です。5分しかなってません。今までなぜ払わなかったって話なんですけど、20年前に遡りますね。Yahoo Japan が1996年4月1日に立ち上げたんですね。私立ち上げた一人だったんです。データベースを手で5万件入れました。で、僕がじゃなくて学生を集めて、ね。で、それが今、サーチエンジンが今探しに行ってるんですけど、当時は、メタ情報を一個一個サイトを見て、200文字とかまとめてキーワードを入れたんですね。だから人間が、サーファーっていう、その、役職を与えてですね。その時アルバイトの人にヤフージャパンの T シャツを着てたんですよ。もう T シャツ大好きなんですけど、お前、データベースに 2ヶ月で5万件入れるんだぞ、おーって T シャツ着てやったらですね、本当にできちゃったんです。やっぱり、ね、情熱があったんですね。もう、設計書もなかった中で、Yahoo Japan をね、2ヶ月で開発して立ち上げた。その時のトップページなんですね。何言いたかったかって忘れちゃった。そうです。当時はですね、まあ、こんな感じのホームページをやってましたよね。多分、カウンター回してる人があの辺とあの辺とあの辺に CGI 回してましたよね。若い人は知らない。ね。なんでウェブカン前ホームページだったんですかね。This site is, なんだっけ、Japanese only って、あれダメなんですよね。外人立ち入り禁止になるんで、あれは日本、Japanese language only じゃなくちゃダメで、ほんと Japanese only だっていうふうに当時帰っていっぱいいて、それまずかったんですね。そんな話もありました。実はですね、ウェブの世界で約20年間フォントが置き去りにされたという、事実があります。つまり、当時のウェブサイトで、グローバルナビゲーションもそうだし、見出しも、なんかさ、可愛らしいやつでこのサイトを使いたいんだよねって言うと、画像にして置いてたんですよ。見出し画像マンみたいな人がいっぱいいたんですよ。僕もやったことある、大好きな、大好き、一日やるのは大好きなんですけど、ちょっとね、大変ですよね。でもそれしかなかった。MSP ゴシックを使うか、大阪を使うかっていう、まあ、Mac だとね、そういう時代だったので、書体が自由に使えなかった時代が、まあ8年ぐらい前まで続いたんですね。ですので、こういうバナーを作ってねっていうと、明らかにイラストレーターで作って文字をパパパッと置いて、で、オルト属性にこれ全部書かなくちゃなんないんですよね。関口先生まで書くらしいですね。僕よくまあ、これソースページ見るとですね、僕画像とか書いてあるだけなんですよね。そういうことをやっちゃったりすることがあるので、テキストで表現していると、ボルトの書き合わせでとか、リフレとかっていうのがない。ここの画面で見てもわかるように、右側はやっぱり拡大した時にガビガビしてないんですよね。アウトラインなので、リテンナテストページ見ると、バキバキに、綺麗すぎちゃって気持ち悪いとかっていうところもあるんですけど、左側で、解像度の低い、ね、文字を、PLG とかでやると、どうしても、あれ読みづらいみたいな感じで。読みづらいだけだったらいいんだけど、うちの神さんからよくね、どこに行ってんのってよく言われるんですね。いろんなとこ飛び回って、
出張さっき、出張は行ってるって言ってるんですけど、どこ泊まってんのつってですね、ホテルをコピろうとしてもですね、コピれないんですよね。画像なんですよ。でも本当にそれってアクセシブルであるべきウェブが、そういうところでストレスが溜まるっていうことは、やっぱり UI、UX をしてるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。こういうことですね。つまめます。さっきもやりましたか。実は画面出せなかった。つまめます。ですね。結構これ大事だと思います。スマホでも、なんだろう、カシャってやって送ればいいんだけど、まあ、コピーたい時あるもんね。ということです。10年前に Web フォントが、使えるよってブラウザーメーカーさんに、EOP とか、フォーマットがあるんですね。アウトラインフォントを、変換してブラウザーに出してねっていうことを W3C の方で定義したので、マイクロソフトさんはじめとして皆さん、そのデータが来たらとにかくアウトラインのデータを、きれいに出すってね。いう、そんな時代が、約10年前に来たわけですね。おさらいです。実は Web フォントっていうのは、まあ、初めて今日、もうちょっと詳しく知りたいっていう人にとっては、もうテキストデータって考えてください。難しいこと考えなくていいんです。画像の文字じゃなくて、あとはテキストのデータである。それがローカルにあればシステムフォントが出てるし、なければ、ちょうだいねっつって、どっかに取りに行って、どっかって言ったら変ですね。クラウドフォントサーバーに取りに行って、見る人に出してあげる。それだけの違いなので、テキストデータですって考えると分かりやすいですね。これは飛ばします。パソコンの中に入ってるフォントって、ね、Windows だとこんな感じ。最近ユーゴシック、ユーミンチを使う人増えてますよね。お、Mac にぎやか。こんなに入ってるぜ、みたいな。まあ、本当にね、入ってるんですね。突破分岐なんかも最近入ってますね。はい。そう。あと、嬉しかったのは、そうだね。つくし A05、B05 が使えるようになったのがね、Mac の中に入るっていうか。そうだよねとしたら、うんうんってやってくださいね。反応してる。つくし05、いいよね。うんうん。2割ぐらいそうだよね。はい。なので、ですね。実はね、システムフォントで、フォントファミリー指定しないと iOS はなんか、明朝体が出てきちゃったり、するよねってびっくりしたことが僕あるんですけど。だからセリフとかサンセリフって言って、統一取ることがあるんですけど、で、書体がバラバラにならないように、ウェブフォントで、うん、こんな感じでどのブラウザーから見ても、同じ可愛らしい文字が出るような設定なんて簡単にできるということです。実装方法はですね、もう皆さん知ってると思うんですけど、左を右にする場合、そうね、夏目漱石だからちょっとこう、主英初号とか使って、僕の大好きなラブランパンチを H2 で使ってるみたいなね、いう時には、フォントプラスの場合だったら、ログイン、会員になって、JavaScript が発行されるんで、これユーザーごとにパラメータ変わってるので、盗まれても、PV が消化されないようになってます。どこも大体そうかな。で、春大見出し、終焉初号、H2 見出し、ラグランパンチ、本文、丸みを折るの大好きなんですけどね。丸みを折るよって言うとですね、以上です。はい。で、勝手に取りに行って、さっきのやつが、向こう側がね、出ます。で、昔はね、なんか、遅かった時代がありましたよね。今はシュッと出るんで、はい。大丈夫です。何が大丈夫？大丈夫ですよ。さっきは汗かいちゃったね。10、あれ順調じゃないですか。はい。ですね。10年の変遷、ちょっとやりますね。だいたいやっちゃったかな。そうだ。でね、僕ね、10年前に、ウェブフォントの企画書をですね、飲み屋で、技術、まあ、フォーマット変換オタクがいるんですよ。トゥルータイプ、オープンタイプを、EOT に変えると PTA が、WOF に変えるとかです。こんなの簡単ですみたいな、マニアックなやつがいたので、そういう人企画書書いちゃったんです。通っちゃったんですね。ソフトバンクはですね、企画書は通るのはいいんですけど、2年間、3年間で黒字にしないとですね、ボコボコにされてですね、大変なことになるんですね。通っちゃったので、志をですね、高くして、どうしたかっていうと、日本のフォントメーカートップ10を、くどくと心に決めて、
つてはないのに、すごいですよ。森沢さん、本当はさん、岩田さん、僕らさん、白州さん、大日本印刷さん、突破印刷さん、キムタデザインさん、とかとか。で、おととしはですね、世界ナンバーワンのフォントメーカー、モノタイプという、ヘルベチカ・フーツラとか作ってるところ、そこも口説いて。で、実は13月だったんですけど、この間また韓国のフォントリックスを口説いて、で、来月ですね、もう書いちゃった。フライングしてね、昭和書体っていうところも口説いて、15社口説いて、今、3500書体使えて、月1000円で全部使えるみたいなね、形までなってきました。ただね、最初の頃はですね、Windows XP がまだ元気だったんですよ。で、IE6 も元気だった。IE6 と Windows XP の環境で、ね、Web 作るとどうなるか、ね、知ってる人はいますよね。古くからやってる人。つまりですね、アウトラインフォントが綺麗に出ないんですよ。だからドットフォントの方が綺麗に出るぐらいの、時代からもう、実は船を漕ぎ出しちゃったんですね。で、船を漕ぎ出すと何が起こるかっていうと、綺麗じゃないじゃん、速くないじゃん、重いじゃんって言われるわけですよ。で、言われるのは覚悟だったんです。で、どん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 言われて、チューニングして、で、ターニングポイントは3箇所あって、まずはですね、遅いっていうのはですね、配信する側が遅かったんですよ。JavaScript が、解析してちょうだいねって戻ってくるのに、なんかね、数秒かかった。それをね、コンマ3秒ぐらいまで、頑張ったら短縮しちゃったんですね。それが、2013年。2014年に、Windows XP がお亡くなりになり、2015年に IE8 が、サポート終了になり、はい。これはね、その時代、では、別に悪者ではなくて、ただ、アウトラインフォントが綺麗に出づらい環境がやっぱりあったっていうところで、みんな苦労してやってましたっていうことですね。だから、配信する側も、使う側の環境も、ピタッと、あ、もうそろそろ使っていいんじゃねっていうのが実は3年前だったんです。ということで、今はですね、うちのサービスだけでも、これ公表しちゃいますね。OEM でやってるので、3+1で、4万サイトぐらいも使ってます。なぜかっていうと、1契約で1000社使ってるとこもあるんです。うちは1ライセンスで、ユーザー登録を先行して、そこに使うっていう、制作会社なんかとか、プラットフォームはそういう使い方してるんで、それを数えるとそのくらいいってしまいます。まあ、ペライチさん、それから WIX さんも今使ってますし、LINE ブログも使ってますし、要は CSS と HTML を書かずに、コントロールパネル、フォントパネルのところにも、決め打ちでフォントを指定されてて、誰でも使えるっていうプラットフォームが今どんどん増えてて、皆さんだと自分で実装してやってる形かと思うんですけど、そうではないサイトも今どんどん増えてるってことですね。はい。ですね。はい。これがですね、2011年に立ち上げた時の、フォントプラスだったんです。これ覚えてる人なんていないですよね。覚えてる人。あ、すごい。二人もいる。この時はですね、まあ、フォントのデパート、百貨店。つまり、そう、この時ね、もう一回言うとですね、要は、森沢さんとウェブフォント契約する、フォントワークさんとウェブフォント契約する、岩瀬さんと契約するみたいな時代になりそうだったんですよ。パソコンはそうじゃないですか。ウェブフォントはさ、うちと契約したら全部使えるよっていうプラットフォームは僕はウェブのユーザーでまで作りたかったんですよ。ね。まさかね、なんかあんまり良くない同士がこう一緒にいるような舞台。良くないですね。いろんな、ご事情のある中で皆さんがですね、ウェブフォントの変換プラットフォームに乗っかっていただいたっていうのはこれビジネスモデルの、なんだろう。自分っていうのは変ですね。成功だと思ってる。そんな思いでやってました。でも、ちょっとやっぱりね、幼い感じの UI でしたよね。で、これがですね、2013年にですね、なんかね、こう、九州の綺麗な景色の中に、
日本語の文字がポンポンポンって入って、なんか日本語って素敵よねっていうコンセプトで立ち上げて、これトランジションで動くっていうね。僕はね、この第二世代が結構好きだったんです。僕、まあ、実際は、なんだろう、ディレクターじゃなくて、オブザーバーみたいな形で入ったんですけど、これは二代目です。この時はですね、スクラッチ、第一世代、第二世代はスクラッチでしたね。はい。で、第三世代。これがですね、なんでこんなになっちゃったか、こんなになっちゃったかって変ですけど、なんか本当の百貨店っぽくないよね。うん。この時はですね、うちの経営層とかが、いやいや、買ってくれるのは、予算を持ってるところは企業だから、企業が納得する説明書きがあるサイトにしようぜっていうことで、企業のデザイナーと、っていうかね、もしくは制作会社のみたいな感じで。これなんか見ると、人材派遣会社みたいだよね。ということでですね、自分のサイトをディスってどうすんだなんですけど、やはりこれだと、うん、プロフェッショナルを使うフォントの高級作家店じゃないねっていうのが、僕これが出た時に、そう、自分がそう思っちゃってですね、この時代はですね、なんか、あんまりこの自分のサイトのこと説明はほとんどしなかった時代、2年ぐらいありました。うん、結構その、ファーストビューのところって、すごく大事だなっていうのは、自分がなんか好きじゃないと、なんか前のめり、いつも僕の前のめりなんだけど、このページあんまり見せなかったですね。このページ覚えてる人、あ、よかった。よかったじゃないよ。それでどうしたかっていうとですね、じゃあここでなんで去年、フォントプラスは、ワードプレスを使って生まれ変わったかっていうことなんですけども、実は最初ね、組織論とか、技術論とか、どんな開発工程かっていうのを書いたんですけど、実はね、それがまあ、それが、そのやりたかったことではないってことで、ちょっと内容を昨日のように変えました。どういうことかっていうと、2年前の秋に、まあ、さっきの、なんか工務店みたいな人材派遣会社みたいなサイト、これはブランディング上、本当僕がやりたいもんじゃないっていうことがあって、チーム全員集めて、生まれ変わろう！それから、まあ、ブランディングをもう一回ね、まあ、もう、黒字化したし、もう、さっき言ったように3年経って、黒字化しないと、ダメなんですね、うちの会社は、なったんです。だから、もう一度、書体を身近にしたい。それから、ですね、この次のページ、今しかないね、っていうことで、あれ？そうだ。生まれ変えたいです。で、そう、ブランディングをもう一回し直す。で、身近になってきたんで、今やんなかったらもう遅いっていうことでですね、また開発工期は短かったんだけど、2、3ヶ月で、やったんですね。はい。で、その時ですね、まあ、こういうコミュニティでいろんなその出会いがあって、その時に、UI, UX, リブランディングっていうところで頭に浮かんだのがですね、この男だったんですね。東京のワールドキャンプでデザインの話を2年前にやってすごくいい話もしてましたし、今日本デザインセンターっていうところ、まあ以前はコンセント、関口豊さんっていう人ですね。で、ちょっと読んだんです。僕、ウェブの世界でタイポグラフィーの革命を起こしたい。もっともっとフォントってオタクじゃないよ。デザイナーのもんじゃないよ。CSS でもっとそのエンジニアも身近に感じて、身近にしたいっていうことをですね、熱く語ったらですね、そうです。意気投合してですね、やろうってことになってねですね、今日のキーワード無理やりですね、with。ダブル関口で with 意気投合。でね、このプロジェクトでね、体制とかいろいろ考えたんだけど、そうじゃなくてですね、これ熱くなったんですよ。そしたらですね、その、関口豊さんが、じゃあこのチームをビルディングするにあたって、すっごいその、要は、コアな人、世の中にいるコアな人間、だいたい忙しいじゃないですか。無理やり引っ張らして、その、フロントエンドとデザインと、それから、ライティング、すべてに対してのプロフェッショナルと思える人を書き休みだね。が、なんか揃っちゃった。そうなんです。時間がないのでですね、ぜひですね、これ、デザイニングっていうところで、そうだ、後ほど全部、ハイパーリンクが貼った、
PDF がダウンロードできるので、中心に関口豊さん中心に、本当にですね、ドリームチームができちゃったんですね。はい。で、実は皆さん、ペルソナとか、あとプロトタイピングをして、そのアプリケーションをユーザーテストして、それをフィードバックするっていうのをですね、頭で分かってるけど、地道にやったんですね。地道にやりました。結構ね、これ何がいいことが大きかったっていうと、実はそれまでっていうのフォントプラスの授業って、もう言っちゃってもいいや。僕と技術とサポート3人しかやってなかったですね。それを、やっぱりそれだと個人事業主になっちゃうから、3人だと言え、3人のうち誰か倒れたらダメなので、部門を横断して、なんだろう、10人ぐらいのチームに編成し直したんですね。で、その時に、なんだろう、チームが真剣になって考えるわけですよ。で、紙に書いて貼るっていう作業を、普通、ね、やれってやらないとやんないし、でも無理やりやってもダメなんで、すっげえ面白いぜって感じでやったんですね。そしたら、やはりちゃんとしたアウトプットが出てきて、最近入りの何ですか、ワンチームですか、何でしたっけ、ラグビーって。ワンチームね。あのね、ワンチームになったんです。で、なんでワードプレスを採用したかとこれ繋がるかっていうと、で、実はですね、僕は何でも良かったんです。はっきり言って。その前使ってた CMS は別のことだったし、ただし、やっぱりエンタープライズとして使うにあたっては、その、やっぱりその担当が変わった時に、まあ、手順書を見ればわかるってもあるし、でもソースまで見た時でも、やっぱりこう、わかる。多分ワードプレス以外だと、結構しんどくなってきて、人も探せなくなってくるんで、もうね、自然とワードプレスになっちゃったんですね。うん。ただし、ワードプレスを使おうが、他の CMS を使おうが、ここまで熱量を持ってですね、真剣にそのどうリブランディングするかっていうところを考えたっていうのはですね、僕っていうよりもチームが、なんか、なんだろう、自分ごとに捉えるようになった。お、大丈夫だ。ちょっと時計これ狂ってるかもしれない。ああ、よかった。ありがとうございます。あそこで焦っちゃったね。はい。これ、こういう一連の、作業を経験したことある人どのくらいいます？新しいサービスをするとか、もしくはクライアントが新しいサービス立ち上げるので、ペルソナをちゃんと設定して、で、プロトタイピングでテストしてみたいなやったことある人？あ、1、2、3人ぐらいですよね。これね、規模を関わらず、これやるといいなと思いました。腰上げるの結構大変です、リーダーは。みんな忙しいから嫌がるんですね。で、無理やり大体やるといい結果が出ないんだけど、真剣にやると結構面白くなってくるんですね。はい。で、結果としてアウトプットになってきたものっていうのは、あ、これは、ですね、説明書きのところですね。マニフェストみたいなものを書きました。先ほど言ったように、タイポグラフィーの革命を起こす。これは、スタンダードになるんだっていう形の言葉に最終的には置き換わりましたけど、そこにマニフェストが書いてあります。ちょっと今日は、あれですね。はい。で、今まではですね、フォントを探して、それを比較する。それから、組んでみる。それが難儀だったんですね。じゃあ会員になればいいじゃん。会員になる前に調べたいんですよ。だから、会員になる前にを、フォントを探して、こういう箱組みにして、比べるスライダーで、フォントの大きさ変える、ラインハイト変えるとかっていうのを自由にできるようにしました。で、今のトップサイトがですね、パソコンで見るとこんな感じに出てきます。で、いろんなパターンが出てきます。これ、メインビジュアルだと思ったらですね、これ、当てるとですね、ワークボードみたいになって、これ全部ウェブフォントになってるんで、押して、こっち側にパネルが出てきて、書体を変えたりとか、色を変えたりとか、まあ、要は、で、自分でその箱を置いて、なんだろう、俺、こんなん作っちゃったぜ、みたいな。こともできるし、それをシェア、ログインするとシェアして、ソースも、そのまんま、チームでシェアできるような仕組みまでしました。まだまだその使い方とかっていうのがうまく伝わってないので、あ、綺麗っつって離脱しちゃう人が多いんですけど、実はそこまでいろいろ作ったんですね。まだまだ、面白さっていうのは伝わってないってところがあるんですけども、そういうものがアウトプットです。あ、これなんかそうですね、ある人が、
このつくしの丸を使って、なんかこんな感じで、なんだろう。あ、フォントボードみたいな感じでね。これを、人が作ったやつを真似して、文字を入れ替えたりとか、自由にできたりするんですね。こんなことも、ウェブフォントでできたりとかですね。はい。はい。どんどんいっちゃいます。で、役割をちょっと話をすると、実はね、ウェブフォントの実装の仕方とか、僕の記事ではもう細かく載ってるんで、今日はそういう話もしません。それからですね、事例も、事例集をこの後、50個くらい入ってるんで、それは今日説明しません。ダウンロードして一個一個クリックしてみてください。皆さんですね、いろんな、まあ、要は、僕は絵の具だと思ってるんですね。2500個の色、鉛筆というか絵の具をどう動かすかは JS と CSS と HTML で、筆を動かすと、いろんなサイト、縦縫い、横組みとかのサイトが出てきます。ただ、書体、どれ選ぶのってのは結構大事で、じゃあ書体はどういう役割をしてるのかっていうところだっていうと、見やすさ、読みやすさ、わかりやすさ、パッて言ってて、うーんって感じですけど、こういうことです。例えばですね、これ世界的に有名なヘルベチカとフルティガ、どっちがいい悪いの話ではありません。これ遠くから見たときに霧がかかるとですね、3と8と0がですね、まあ、C と O が一緒になったりするんですけど、書体によってはですね、割と判別がしやすかったりするので、もう一回いきますよ。上のヘルベチカがダメでっていうわけではなくて、空港なんかではですね、下のフルティガーだと3と8が、あ、そっか、そうね、特に C と O とか上って見分けがつかないとか。書体でもこういうその、懐が広い狭いっていうのは日本でもありますよね。そういう違いが出てきたりするっていうのが、一つの考察としてあります。こう C のここ、空いてるのを、サインシステムはよく使うっていうのは、実は日本でも起きてます。3がこう開いてるんですね。そうやって考察していくと、書体って、あ、そういう違いがあるんだ、とかっていう気づきが出てきます。あとですね、ゴシック体、街の看板が明朝体ってことはあんまりないんです。看板というか、サインシステム。要はですね、ゴシック体はですね、無味乾燥なので、こっちよーって、こういう、こっちよって言うんですかね。で、明朝体はですね、色がついてるからですね、こっち、よーんってなっちゃうんですね。だから読ませるためには、君の眼差しとかっていうポスターなんかでよく明朝が使われてるっていうのは、振り向いてねっていうような使い方をするっていう意味で、これはもう昔からそういうことが、エトリアルでもあったりするので、そういうのもウェブのなんか、書体選定のヒントになったりはします。あとよくあるのはね、こんな感じでテロップが流れても、ん?自信大きくなさそう。まあ、こういうふうに、やっぱり、ウェイトで重み付けをする。これはウェブでもそうです。見出しと本文の、その、なんていうか、対比で、同じポイントでも、ウェイトをうまく利用すると、メリハリがつくと。そういうところのヒントになります。あと、漢字を持ってるって話ですね。この神田一丁目公園のですね、お蕎麦屋さん、これ入りたくありません。ね、これ、うん。なんでコインタイにしちゃったのかって、僕、コインタイは実は大好きです。使い方を間違ってるだけです。印鑑ね、コインタイ結構使えてるんですよ。これ怖くないじゃんって話です。ですので、これすごくいい例で、コンテキスト、まあ、要は背景とかに合わせた書体を置くと、書体が、存在感消えるんです。こっちだと、ね、存在感消えないんです。もう書体が気になっちゃって気になってしょうがない。そういうウェブサイトは作るのは、狙いでやってる時はありますけども、普段はしない方がいいです。ね、これね、2番目の内、病院だと痛そうだから嫌だ。とかあるわけですね。一番上はちょっと多分、やばいですよね。だからこれだけ見ても、書体ってこんだけ違いがあるんです。うちの周りのお医者さんがですね、病院と病院の中の看板見たらですね、9割が丸ごしくでした。可愛い、優しい、ということです。だけど、ふんわりって言葉を使ってるポスターなんかは、これゴシック体だとね、なんかこう伝わんないんだけど、やっぱりこれだとね、ふんわりしてる感じでしょ。ふーとかさ。
ということで、ふんわり系の、看板を探したらです、結構ありました。これちょっと昔もちょっと紹介したかもしれないですね。9割が明朝体でした、ふんわりはね。はい。で、ここに事例がありますが、ここはちょっと今日は発表するというよりも、あとゆっくり見てくださいね。ね、実はね、日本でもコーポレートフォントっていうのが増えてきました。この間、メルカリさんが自分の独自の書体、すっごく可愛らしいやつで、2階建ての A と1階建ての A ってあるの知ってる？上にこうなってる A と、これだけの A。実はメルカリってスペルを入れると、その時だけ A が2段、上に屋根がない A が出てきたりとか、今、スケーラブルフォント、じゃなくて、バリアブルフォントっていうのがあって、要は大きさ変えると、書体の太さが変わったり、あと、そういう時系が変化したりとかっていうのができるようになってきたんですね。多分ですね、3D で文字が出るときには、多分そういう技術とかが自然に使えるようになってきます。もう実験始めてます。今、Web の世界でもこういう、解像度が高いときには、ウェイトを逆に細くした、リード文とかを使うケースが増えてきたりとか、こんな感じで書体は何よっていうのとか、チャールさんも細いウェイトを使ってるねとかですね。こんな感じで、あと縦書き横書きを混在にして、今はライティングモードっていうのを指定すると縦書きを自動的にこう行くんですね。で、昔は div でとかスパムで切ってなんかこう揃えたりとか、あとレタースペーシングをなんか綺麗にしたいかなっていうことで div したなんかこうありますよね。div しちゃうと読み上げてくれないですからね、ということもあったりしますけど、それが縦書き横書きももうアクセシビリティを考慮したサイトができます。ね、すごい皆さん感動。これなんかもすごく素敵ですよね。やっぱりね、美しい印象がね、色気があっていいですね、とかっていう話もしたいんですけど、これじっくり見てください。老舗旅館では、オールド系の書体を使うと、こんな雰囲気が出てるんですね。新聞明朝を使ってるとこもありますとか。これもコーポレートフォントを使ってますね。これはいつも説明している小田原市の。まあ、要は見出しも全部画像をやめたので、翻訳対応ができるっていうすごくいい例ですね。これ6年前にも、採用していただいています。で、当時は Google 翻訳使ってたんだけども、人の名前が変に変換されちゃったりとかすることがあるらしくて、今は、多少お金を払って、ね。やってる。やーってこの間言ってましたね。三日月さんがクレセントムーンっていうのが名前になっちゃったりとか。Google さんがそうなっちゃうらしいですね、はい。はい。今まで言ってきたことをちょっとまとめると、やっぱりですね、マシンリーダブルとかアクセシビリティっていうのはすごく言われてるんですけど、実は書体が持ってるものの、要は、情感とか、まあ僕をそっちをですね、ヒューマンリーダー、ビリティとかね、なんか心を訴える、なんかこう、金銭に訴えるみたいなね、そんな力を持っているので、ウェブフォントと、ウェブという、アクセシブルで、リーダブル、要は検索性があってっていうところの組み合わせで、うまくバランスを取る時代が今ではないかなと思っています。これいくつか挙げますね。重いよねっていうのはですね、海外では100文字で済むんですけど、日本語はだいたい2万文字ぐらいあるんですよね、と。だから、使用許可 OK のやつをオフにして、スラフォンとかなんかのフォルダーを置いて、皆さんどうぞって言ってですね、サンウェイとあるとですね、10メガになっちゃうんですね。だから必要な文字だけを取りに行ったりとかするっていうのが、やはり日本語の場合はどうしても必要だということで、まあ、海外だとね、フルセット。そう。海外ももう、一時期探したんですけど、一個一個見たんですけど、95% でフォント使ってるんです。海外では。ということですね。さっき言ったように。あ、そうだ。明朝体だとね、一書体でもう10メガいっちゃうケースがあります、ね。だからさっき言った JavaScript で取りに行くのが今9割だよって言ったのは、こんだけの文字があったとしても、瞬間的に名寄せされるので、実際は400文字になっちゃうよね。ひらがなカタカナ重複してますということで。で、取りに行って戻ってきて表示するときには50キロバイト。で、今は瞬時に取りに行けるような時代になってきてるということで、遅くはないですね。
で、マニアックな方向けにちょっと言うとですね、ブラウザってテキスト、JavaScript、画像が処理されて、DOM が例えばそのページで200個走ってたら、ウェブフォントの表示は実は一番最後なんです。オンロードする瞬間なんです。だからシステムフォントが出てて最後にピャッと切り替わって出るっていうのは、ページが7秒かかったらですね、実は7秒経たないとウェブフォントが出てこない状況が出てくるので、ほらほら入れたから遅くなったっつって、ウェブフォント外しても7秒かかるサイトは7秒かかるんです。ということは頭に入れておくと、実はですね、このページ、すいません。ちょっとなんかやろうとすると、ブラウザー出てこなくなっちゃうので、これ実はですね、この3番を実はこれダウンロードして押してください。実は CSS の中に、そうだ。で、最後に処理されるんだから、実は静的ページだったら、もう文字わかってるじゃん。だからそれを WOF に変換して、バイナリーで CS、ベース64に符号化して、CSS の中に入れて、CSS.、ウェブフォントドット CSS の中にバイナリーでぶち込むとですね、取りに行ったのってぐらい早く、取りに行ったのっていうか、要は、そっか、ウェブフォントサーバー取りに行ったの、お客さんのサーバーに置いてある CSS の中にあるんで、一番最初にウェブフォントがもう出てきちゃうっていうやり方のテストをしています。それを今度サービスができるようにいろいろ工夫はしてるんですけど、API とかでなんかできるといいなとかって考えてるんですけど、遅いっていう理由は、ページが遅い時か、本当に遅いウェブフォントサービスを使ってるか、もしくはフルセットを使ってるか、どれかだと思います。ということで、もし、ウェブフォントを実装とかして、あとクライアントに提案してる中で、あ、なんか遅いなとか困ったなっていうことがあれば、本当おじさんに聞いてください。フォントプラスのことでなくてもいいです。Google フォントのことでもいいです。一応全部いろいろニュートラルに、提唱してるので、その中で、このサービスの時にはこういう使い方がいいんじゃないのっていうのを、ナレッジにちょっと今してるところなので、心広いのでですね、私はタイプスケア使ってますと、私は、Adobe フォント使ってますという方でも結構ですので、私に相談していただければですね、お答えもしますし、一緒にディスカッションして、そんな形で進めていきたいなと思っています。そろそろまとめていただいていけないですね。あ、どこがいいの？うん、こんだけあります。全部いいです。全部いいところと悪いところがありますので、聞きたい方は、ご連絡ください。はい。自分のところのサービスのだけの話はしません。はい、大丈夫です。あと、文字詰めもね、なんか、カッコがビヨーンとか、中黒がビヨーンってなんか嫌だよね。っていう人は、ちょっとおまじないするとこんな感じでちゃんと詰まる。でも本文詰まっちゃうと本文うるさいんですよ。だから本文は詰めないってバランスがいいですね。そんなこともね、1分あればできちゃいます。あと、これよくね、いっぱいあるんだけど、つったらですね、ランキング出してます。ランキング出さないでってですね、本当メーカーさんみんな言うんですよ。うちのが上なかったら嫌だなって言うんですけど、出しちゃいました。ということでですね、トップ100見ると、あ、世の中こんな感じなのねっていうのが、毎月一日にランキングを更新してます。CSS の記述回数を全部ビッグデータで抽出して出してるので、そう、つくしが強い。あと、オーブンもランキング見てると、うん、世の中のやっぱり、世界の書体の人気のものがやっぱり上に行ったりするけど、小林明さんのビトインとかアッコが上の方にいるのが嬉しいとかね、反応した人は本当マニアですよ。はい。はい。まあそれ以外、あ、そう、Windows でも最近綺麗です。高いんじゃないのっていうところはですね、だいたいうちのユーザーの 99%、95% が月1000円で間に合ってます。ね、高いんでしょ？いっぱい。いっぱい使うといっぱい請求来るよね。うちね、7万 PV ぐらいあるんですよ。って言うから、1000円ですってですね、破産しちゃいますって、1000円で破産しないでください。ということですね。これ最後の口説き方です。ブランディング分かる人には、これ毎回同じこと皆さん、毎回僕セミナーで最後にこれ言ってます。ブランディング分かる人はブランディングの話どんどんしましょう。アクセシビリティの話が分かる、どんどんしましょう。月10万円かかるっつってもね、あ、安いじゃんっていうところが出てきてます。
10万円ってことはですね、月に1000万 PV、年間で1億 PV のところは、年間100万円をウェブフォントに払っても、決して高いと言われません。これが分かってるからです。で、さっき言った1000円で破産しますっていう人はですね、これらの言葉が理解できません。なので、ウェブフォント使わないの？あ、しゃあ、みんな使ってるの。競合さん使ってるじゃん。あ、素敵素敵。あ、それ入れてきました。業務委託ちょっと上げといたねっていうぐらいの方がいいです。説明しても、なんかね、おかしくなっちゃうんですよ。で、分かるところにはきちんとディスカッションしてください。そうするとね、ブランディングを、すごく重視しているところは今年、本当に増えてきた。ブランディングの話を最初に結構すると、いい結果が出ますっていうことで、今、歌が上がって終わりの時間になりましたのでね。紙も同じですってことです。つまり、これです。やっぱり、ね、文字は文字の時代に行ってくださいですよね。やっぱね、ブランディングは今年のキーワードです。来年もそうなると思います。ということで、ちょっと最初トラブルあって申し訳ありません。ということで、ちょうど時間になりました。フォントはですね、情報を正確に伝えるための、まあ、インターフェースだというふうに僕は言ってます。フォントをめでて素敵なサイトを皆さんと一緒に作っていきたいと思います。ありがとうございました。